ご視聴いただきありがとうございます。秘宝イラク代表フォワードフセインさん、逆転ボール直後クサクって退場して戦犯に。この結果に対してネット上では様々な意見が飛び交っています。このチャンネルではアシと一緒に日本や海外のサッカーに対する情報やネットや海外の反応を一緒に見てもらうチャンネルになってるから、よければチャンネル登録していってね。カタールで開催中のサッカーアジア杯は29日決勝トーナメント1回戦が行われ、1次リーグ D 組1位のイラク代表、世界ランク63位ガイイ組3位のヨルダン代表、同87位2-2対3で敗戦。今大会好調のフォワードアイメンフセイン27歳が得点ランク独走6得点となる4戦連続ゴールを決め、一時は逆転するも、得点直後のゴールパフォーマンスの影響により2枚目のイエローカードを受け退場。まさかのアクシデント、デス的不利となったチームは後半アディショナルタイムに2失点を許し敗退が決まるという劇的な決着がネットで反響を呼んだ。芝を食べるような仕草を見せたゴールセレブレーション直後に退場となった FW アイメンに対し、ネット民の声、ヒーローになるはずが自身のゴールパフォーマンスが原因で退場、悲劇のヒーローすぎる、得点王から対戦犯に早変わり、サッカーの神様は見てた、芝食ってる場合じゃなかったな、芝を食って警告2枚目って何してんねん、フセイン臭くってイラク負ける何を言ってるかわからねえだろうが、とんでもないもんを見たぜ。草食べるパフォーマンスはヨルダンの国民的行事の侮辱だとか、なんとか西アジアの指針だからその意味が分かってしまったらしい。つまり既存4のサルマネみたいなものか、あっちはおとがめなしだったが、審判の癖とかを見抜いて試合をしろとはよく言われるけど、本当にそうだな。ヨルダンが先制点でやってたが、それを左手でやったってことよ、侮辱でしかない。指針もムスリムだからこそイエロー出せたんだな。ゴールパフォだけど何がダメだったんだ？遅延行為だろ。左手で食うのはあかん。最初の得点の時4人くらいで草を食べる真似して審判から注意されてた。だから2点目では誰もやらないのに18番が1人で座って草を食う真似をして仲間がまずいぞと立たせたけど、時遅く2枚目のイエロー。これはしゃあないな。イエローの理由はこれらしい。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。